こんにちは、名古屋平成の高橋です。早速エコーについて説明していきます。まずエコーで大切なのはこのプローブになります。プローブから超音波を発して物に当たって跳ね返ってきた音波をここでキャッチします。そうすると、物の中身がどうなっているかが画像として表示されます。はい、それでは身近なものをエコーで観察してみたいと思います。僕のお昼ご飯のデザートのフルーツ杏仁豆腐でございます。これをエコーで覗いてみましょう。はい、では、杏仁豆腐の中身を見てみましょう。僕はパイナップルが好きなのでパイナップルの場所をちょっとどこに入っているか見ていきたいと思います。探っていきます。この一番下に見えているのが、プラスチックの底になります。硬いものは、このように白く映っていますね。ちょっと動かしていきます。あ、何か見えてきましたね。あ、どうでしょうか。これ見えますでしょうか。これパイナップルの形してますね。これね、これがパイナップルになりますね。このような形で、底の方にパイナップルが眠っている感じが見えますね。ここを、目をつぶってスプーンですくうとパイナップルが食べれるわけになりますね。はい、このようにして体の中も、見ることができます。詳しくはオープンキャンパスに来てください。待ってます。